頑張れる頑張れる、本当に頑張れる頑張れるだろう。あ、カメラ回ってた、もう今までやってきたパワー全部ぶつけていきましょう、楽しんでいくぞ、いったいや、やっとこの日が来たんだなっていうすごい嬉しい気持ちと楽しい気持ちと、でもやっぱり不安な気持ちの方がまだ勝ってるかなって感じです。こんな大きな会場でできるのはすごい夢だったし目標だったので、やっぱリハをやるにつれて楽しみプラスなんかこうもっとこうしたいって思うとそれが不安になったりとかもしちゃうんですけど、もうワンマンは1ヶ月前からずっと緊張してます。大きいステージでやるのが初めてだから、さらにガチャピンやばくなったねってどうやったら言ってもらえるんだろうって、自分なりにこう重ねてきて今があってよかったなって思います。もうやるしかないって絶対成功させたいって思ってます。メンバーそれぞれガチャリックスピーの前にバンドをいろいろやってたりとか、もうメジャーで活動してたメンバーもいるけど、誰一人オーイストっていう広い会場でワンマンライブをしたことがあるメンバーが一人もいないんです。だからこそ絶対成功させたいし、つけてきたパワーというか今できる自分たちのステージを全力でぶつけたいと思います。見どころはもちろんあれでしょう、バンドの枠にはまらないっていう、そのエンターテインメント性の強いこのステージをが一番見どころじゃないかなと思います。ガチャマンピンコさんたちに良かったって思ってもらえるように頑張ります。頑張ります。2013スタイルのガチャピンを、今日このライブで、生で感じてってください。忘れられない日にします。ガチャリックスピン2013スタイルになって、6人で力を合わせて、今日まで走り続けてきました。絶対楽しいライブにするので皆さん楽しんで本当にみんなが笑顔になるようなライブを絶対届けるので最高に楽しんでいきましょう。同じ時代時間生きてくれてありがとう。ここが私たちのネクストステージです。
ってきました。デリシャスツアーファイナル、皆さんこんばんは。ガンザリックスピンズ、今日このツアーファイナルに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。センキューセンキュー、ありがとう。今日はファイナルめちゃくちゃ気合が入ってます。本当ね、今みんなが立ってる場所は客席じゃありません。みんなが立ってる場所も同じステージです。いや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 、どう見てもどう見ても客席でしょ。いやいや、よく見てよ。ちょっとそういうの空気読んでよ。ファイナルじゃん。空気は読むもんじゃありません。吸うものです。ムカつく。いや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 、なんで俺をの方の見方をする。ですね、本当ガチャリックスピンと今日最高に楽しいステージを一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。やーセクシー。本当にファイナルなのにあなたそういうことやるよね。うん、さっきもだってしょっぱなそこでうーっつってあのね、びっくりしたよ。びっくりしたよね、みんなね。しかもさ、可愛いコケ型じゃなくてめっちゃズワーってコケでスライディングしてたもんね。大丈夫、網タイツ破らないでよ。あ、今日はね、まだ大丈夫。今日あの手書きじゃないし大丈夫、安心してみんな。OK、それでは早速次の曲いきたいと思うんですが、カメラさん私のアップからお願いします。それでは次の曲 GS プレイ。
まだ消えない僕の男以上生きてゆく出せばまた追ってくる人は向いてじゃないオーフェクラスマイルの向きだよ最近陽明酒を飲み始めました花兄さんです。ここでね、まあ、せっかくなんで電車ツアーのねエピソードを話したいと思います。題して花兄さんのデリシャスツアーエピソード、まあ、そのまんまなんですけどね、うん、まずはなんといってもででんツアー初っ端から花兄さん声が出ないイエーイ。はい、というわけでね、2013スタイルからボーカリストになったわけですけれども、ツアーの初っ端から声が出ないという暴挙に出てみました。はっ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 て笑えないっていうね。すみませんでした。すみません。はい、そして2つ目です。ツアー後半でまたしても花兄さん声が出ない、イエーイ。てかもうほんとそろそろね、みんな家とか行ってる場合じゃなくてちゃんと叱るべき場所でしょ、それね。ということでね、その2回目の時は、ニコ生の放送の日だったんだけどね、バッテン印の、マスクをつけまして一切喋らないという暴挙に出てみました。パート2イエーイ。いや、イエーイじゃないんだけどね、ごめんね。まあ何はともあれ、まあライブっていうのは体力が大事なんですよ。
わかる？だからね、このだいぶ遅すぎるツアーファイナル1週間前にしてメンバーみんなでだいぶ遅すぎる体力作りを始めました。イエーイ。ね、てか遅いって感じなんだけどね。まあそれは置いといて、まあ体力作りっていうのは、まあ、全ては素晴らしいコマネチをやるためだけに私は体力作りをしてきたわけですけどもね。あ、これはどういうことかというと、今日はこの会場をみんなでね、一つになってパワーアップしたコマネチを全員でやろうじゃないかということなんですよね。みんな準備はいいか。いくぞ、せーの、コマネチ。どうもありがとうございました。いやいやいや、もうレオ様疲れちゃったかな。この辺でアコースティックコーナーに行きたいと思います。疲れるの早くないですか。かなり前半ですが、いや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 、みんな大丈夫？みんな大丈夫？いやね、ちょっともうレオ様と疲れちゃったわけなんですが、今日はちょっとオレオ様がね、今でこそスーパーセクシーさんとか、バンド界の峰藤子と、まあ、かっこ自称言われてますが、そんな私がまだセクシーじゃなかった頃の話をちょっとしたいかなと思っております。ちょっと聞いてもらっていい？嫌だったら嫌だって言っていいのよ。嘘でしょ。今から話すから、ちょっとだけでいいから、ちょっと聞いてもらっていい？そう、私がまだガチャピンに入る前、大好きな人がいました。私もまだ貧乏なバンドマンだったし、今も貧乏なバンドマンだと思う。レッドブル買うのめっちゃ迷うからね。まあまあ、どっちかというとモンスターの方がいいかなってちょっと思っちゃう。まあ実家暮らしだったしね。今も実家暮らしでしょ。多分何にも変わってないと思う。そう、でもね、その彼はいつも実家に来てくれて、まあ親公認というお付き合いをしてたんだけど、そう、そんな彼が、まあ、だんだん忙しくなってきてね、私も、まあ、友蔵とやってたバンドが忙しくなってきて、だんだん会えなくなってきて、ある記念日の日だったの。いつもそんなことしないんだけど、ちょっと豪華な料理を作っちゃったり、キャンドルとか立てちゃったりして、ちょっと気分盛り上げて彼と部屋に一緒にいたんだけど、彼がいきなり私に話があると、すごい真剣な顔して言うから、なんだろうと思って聞いたら、好きな人ができたと。忙しいながらも私はうまくやれてるってずっと思ってたし、若いながらもきっと彼とずっと一緒にいるんだろうなって勝手に思ってたから、すごい悲しかったけど、でも受け入れるしかなくて、もう一緒にいる部屋の空気がもうすごい息苦しくて、窓を開けたら、雪。いつもだったらすごい嬉しいはずの雪も、あのキャンドルも全部悲しく思えて、ちょっとかけすぎじゃない？それピアノに支障がある。そうで、それ彼はね、もう今日で会うのを最後にしようって、私もすごい引き止めたかったけど、大好きな彼のためだから飲み込んで、もうそれ以来会ってない。そんな彼が私にはいて、そう、そんな彼を思って書いた曲を今日は今から、歌いたいと思います。いた！いた！俺をこの曲ができた時、
あなたいなかったでしょ。しかも何回やってるのこのネタ。いやいやいや、変えてこうよ、変えてこうよ。いやいやいや、だって前ね、やった時はここにも半分ぐらいしかね、あの人がいなかったから、まあみんな知らないかなと思って。いいじゃん、考えが甘いな。じゃあ分かった分かった、はい、じゃあ真面目に、うん、真面目に、あなたに真面目っていうのがあるんですか。じゃあ今日はこの季節にぴったりなこの曲を聴いてください。切なく、いた、ねえ、だから容赦なさすぎるんだって。ぴったりじゃないだろう。ごめんなさい、わかりました。じゃあもう全然ぴったりじゃない曲やります。聴いて、切なくメロディー。もう会えないの、もう戻れないの、今日も明日も二人は光る恋雪、どうか守ってよ小さな私を。二人は
ありがとう。
がとう。Oh!
じてきて見えなくなったら導かれるような Crisis なんか壊れた僕にしか作れないものだってなんだろうな言葉でルールには行きたくない You're not alone いつまでも終わらない物語感情は揺らめく
。皆さん楽しんでますか？いやいやいや、今回、ガチャレクスピーね、3月6日に、初のフルアルバムデリシャスをリリースして、ツアー回ったんだけど、何本回ってたか知ってる？反応ないなぁ。なんと今回のツアー40本回ってきました。そうなんですよ、そうなんですよ。まあね、40本もあればさ、うん、まあ、花兄さんが言ってましたけれども、体調も順番に崩しちゃってさ、もう、ほんとね、最初、花兄さんが声が出なくなって、うん、あのね、ライブ来た人いると思うんだけど、うん、口パクライブしました。あれだよ、ゴールデンボンバーの逆バージョンをやりまして、演奏、ね、そうそう、演奏はしてるんだけど、うん、声が出てるみたいなね、うん、イエーイ、イエーイじゃないから、イエーイって、やめて。そう、新しい。その後に、まあ、キーボードのね、オレオが倒れまして、ええ、まあ、ほっといたらいいんですけども、うそうそうそう、こう見えてね、一番か弱いんですよ、オレオ様が。おい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 、ちょい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 、えってなんだよ。太ってるからじゃない？あ、隠れてるから。そうでね、その次に倒れたのが、あのね、私でね、神戸のライブだったんだけど、全く声が出なくなっちゃって、そう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 、そうなの、あのね、ボーカリストでもないくせに声からしたの。そう、しかもなんでからしたって、煽りでよ、煽りでからして、しかもね、病院一丁前にさ、いい病院行くわけよ、有名人の行くようなね、もうさ、やめてって思ったね、ほんとに。いや、でもね、一つ言って、安室奈美恵ちゃんと同じ病気だったから。私だからそれ言いたがるけど、もうあんたはもう練馬の病院に紹介してあげるから、いい病院あるから、耳鼻咽喉科今度教えてあげる。そうそう、そうでね、まあ、私が倒れた後に、さすがにあのダンサーズがね、倒れちゃって、うん、そう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 、まあ、倒れたって言っても、まあ、ちょっと風邪をひいちゃってって感じなんだけど、最終的にね、生き延びたのがね、この人ですよ。やる、うちの永遠の14歳。さすが若いね。いや、超頑張ってたでしょ、だって言ってもね。そうそう、でもね、あの、ナオンのヤオンにね、あの、出演してたんだけど、そのナオンのヤオン終わった次の日ぐらいからね、ぶっ倒れて、ゴールデンウィークずっと寝てたよね。完全営業終了してたよね、可愛いのね。永遠の14歳終了してました。永遠の58歳ぐらいでしたね。それでも20歳超えないんだ。そう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 、もうほんとね、こうずっとツアーに回ってると、まあ、いろんなことがあるんですけども、奇跡的に2人一気に倒れるってことがなくて、絶対1人なわけ、ローテーションで倒れてくるんだけど、空気読んでる。そうそうそう、空気読んでないのはあんただけども。ほんとね、ほんと1人ずつ倒れてったから、フォローし合ってこうなんツアーを乗り越えていけたんだけれども、何よりですね、やっぱりこう久しぶりにツアー回ってさ、地方に行けばさ、まあ、うちらのことも忘れられてるかなと思ったら、そこで待ってくれてるお客さんがいたりとかね、遠くから地方にこう駆けつけてくれるお客さんがいたりとかして、本当にいつもね、ガチャマンピン子に支えられて、もうそのみんなのパワーってすごいなって改めて感じました。今回のツアー来てくれた皆さん、本当にありがとうございます。ありがとう。いや、本当にすごいよ、本当に、うん、で、ね、まあ、去年私たちが本当にいろんなことがあったんですけど、まあ、次にやる曲は本当にうちらが一番大変な時に出した、この決意の曲を聴いてください。ヌーディリズム。Oh, no, no.
Doris!
全然声出てないんだけど。でも俺はめっちゃ息上がってるよ。そう、私こんな出してんのに、みんななんで声出してくんないの。今日はツアーファイナル、ツアーファイナルね。もうね、もうこの曲の意味をみんなにしてほしい。花ちゃんお願いします。説明しよう。ベンジャンダンとは、ベンベン弾くベースにジャンジャン弾くギター、ダンダン叩くドラムに、すなわちこの集団をベンジャンダンという。ベンジャンダンイエロー、ベン、ベンジャンダンピンク、ジャン、ベンジャンダングリーン、ダン、3人合わせてベンジャンダン。そうなんです、この3人がベンジャンダンね。でこの曲名もベンジャンダンって言うんだけど、サビでベンジャンダンだ、ベンベジャンダンダンって歌うところがあるの。もう簡単だから、もう本当歌ってほしい。お願いします。お願いね、もう本当覚えてね、この3人でベンジャンダン、オッケー、ベンジャンダンって歌いますか。まだまだベンジャンダンって歌いますか。関係者の皆さんにちょっと気を使って、ベンジャンダンって歌いますか。あ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。はいね、この3人でベンジャンダン、オッケー、覚えてね。3人、いや、ちょっと待って、4人、4人、私メンバーじゃん、だから好きだよね、ね、私のこと入れてね。ないけど、このコーナー、友蔵のコーナーです。かわいい友蔵ちゃん、みんなのアイドル友蔵ちゃん、お待ちかね、友蔵のおしゃべりコーナーだよ。
友沢のおしゃべりコーナーにようこそ。ガチャリックスピンのギター&アイドル担当 AN の14歳友沢ちゃんです。今日は初めての友沢オーイストワンマン、みんな私のために集まってくれてありがとうございます。今日は友蔵ちゃんのことを知らない人もたくさんいると思うので教えておきたいことがあります。まあみんなお気づきかと思いますが、私可愛いのにギターも弾けるんです。イエーイ。しかも魔法が使えるんです。私の魔法にかかると友蔵ちゃんが可愛く見えるんですよ。ちょっと待って、それさ、魔法にかかんなかったら可愛く見えないってことでしょ。今日は会場がこんなに大きいのでとびっきりの魔法を考えてきましたよ。初めての方は適当に周りの人に合わせてくださいね。それでは行きますよ。ゾウともいいかわ、ゾウともいいかわ、えい。わあれちょっと聞きが悪いですね。初めての方、空気を読んで魔法にかかってくださいね。それでは行きますよ。ゾウともいいかわ、ゾウともいいかわ、えい。わあ、ありがとうございます。いやえ、どうだよ。あれ、ゾウともいいかわって可愛いって言いたいでしょ、うん、でも逆から言ってるってことは可愛くないってことじゃないの。ちょっと難しくてよくわかんないですね。何はともあれ、みんなこれでともぞうちゃんにメロメロですね。今年から、新しく生まれ変わったガチャリックスピン2013スタイルのメンバー、いわゆる私の引き立て役たちを紹介したいと思います。引き立て役じゃないから、何回も言うけど、まずはダンサーズ2号。見た目は高校生ですが心と頭は小学校低学年、しかも男の子みたいなんです。着替え中のメンバーを見てはニヤ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 。アリサの分析によると、オレオさんの胸より小賀さんの胸の方が断然大きくて綺麗らしいです。そりゃそうだよ、本家だから。ちなみに花ちゃん、友蔵さん、舞は論外だそうです。ダンサー界のクレヨンしんちゃん、アリサ。ダンサー界のクレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃん、お次はダンサーズ1号。顔が小さくて可愛くて清純で、そんなイメージに騙されてはいけません。写真撮影では必ず私の隣に来ては顔の大きさの違いを見せつけ、密かに友蔵潰しを狙っているようです。ダンサー界のスイートデビル、マイ。お次はボーカルキーボード。デリシャスツアーでのハードなスケジュールや日々の体力作りでメンバーがみんなどんどん痩せていく中、なぜかあの人だけはどんどん太っていくんです。いや、遭難しても大丈夫なタイプ。多分メンバーみんな40キロ台前半なのに、オレオはこの前無事50キロ超えにしました。おめでとう。言わなくてよくない。ちょっと待ってよ。バンド界の峰富士子、いいえ、今日からバンド界の岡本夏樹、オレオレオナあれ、友蔵でもね、行きが来るまでね、ちょうどその話してたの。したら、なんか最近筋トレしてたから絶対筋肉で太ったと思うんだよねっていうね、すごい言い訳してたよ。許さん。50キロって呼ぼうぜ。50キロ。いやだ、名前じゃないんだ、もうもはや。こら。お次はボーカルドラム。最近ダンサーズにメンバーの中で一番怖いと言われてしまったため、好感度アップを狙って優しく振る舞っています。変えてない。ですが自分のお父さんだけは相変わらずパシリに使っていて、この前なんか被り物を買わせに行っていました。でも花のお父さんかわいそうだなってみんなで言っていたら、お父さんからかぶり物をかぶってノリノリな写真が送られてきました。親子だね。親子だ。バンド界の下田歌劇、花兄さん。
妖過激。お次はベース。先日の中国ライブでのお話です。みんなで飛行機に乗っていくときに日本人のキャビンアテンダントさんに古賀さんだけニーハオと挨拶されてましたおかしいんだよ、おかしいんだよ。あの友蔵花、私の順番で、あのこんにちは、こんにちは、ニーハオって言われていやいやいや、この流れ私もこんにちはでしょと思いながらねそうそう、どこ行っても言われるんですよ、ニーハオって。まあ、さりげなく今オレオ入ってなかったけどじゃあオレオはあのガチャだとね、また別のちょっとグループだったからね。そう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 。日本ではいまいちですが、中国では大人気バンド界の松岡修造、F チョッパー子がミスるな。なんか今日すごいトゲトゲしい友蔵がねえ、ミスるね、ミスるね。最後は私。わー楽しみ最近ウサギさんのようだねってよく言われるんです。言われてないじゃん、言われてない、聞いたことないよ。なぜなら友蔵ちゃんってコールがないと寂しくて死んじゃうからです。もう死んでんじゃないそしたらねえ、死んでるよね多分ね。皆さんに今日一つだけ謝っておきたいことがあります。可愛すぎてごめんなさい。そしてそしてバカだな、なんと今日ポトモゾーセットが1000セット売り上げ達成しました。ありがとう。すごい。日本一写真が売れるギタリスト、トモゾー。この6人でこれからも力を合わせて突っ走っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。さて、それでは後半戦になりますが、皆さんまだまだ元気残ってますか？もっともっと盛り上がっていけますか？それでは次の曲いきますよ。
す覚悟しててねビリマン一部してギリギリ最高快感なの限界必勝今夜もまたゲームを始めましょうもうで遊んでいいのさ
ファイナル来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。やっぱ渋谷ボイスタワー広いね。やっぱね、今日最初やるときはお客さんとの距離を感じちゃうのかなって思ったけど、むしろ今日はみんなのことをすごく近くに感じました。本当に来てくれたみんな、どうもありがとう。本当ね、今日は全部がガチャリックスピンのステージになったなってこうやりながらずっと思ってて、本当に7人目のメンバーガチャマンピンコ最高です、ありがとう。本当ね、去年は本当ボーカルがいないツアーから始まって、いろんなサポートのボーカルの子にね、助けてもらいながら支えてもらいながらツアーをやって、でもそんな中センターボーカルの脱退が決定して、本当に去年は私たちにとってすごい大変な状況が続いて、本当はたから見れば多分もういつ解散してもおかしくない状況だったわけじゃん。でもね、その状況の時にもうサポートボーカルの子もそうだし、対バンの人にもすごいよく言われてたのが、ガチャリックスピンなら絶対大丈夫だよ、絶対乗り越えられると思うって言ってもらえたのね。で、それがなんでかっていうと、ガチャリックスピンの応援してるファンの人のここの熱さは半端ないって誰もが言うわけで、もうちらいろんなさ不安な状況だったわけじゃん。でもね、それをすごいいろんな人に言ってもらえて、本当ね、みんなのパワーっていうのはうちらだけじゃなくていろんな人が見てる、ガチャマンピンコのこと。でもそうやってみんなにね、羨ましいな、羨ましいファンだ、ファンを持ってるって言ってもらえることがすごい私たちにとって誇りで、本当にみんなに出会えて嬉しいです、ありがとうございます。本当去年は本当いろいろあったけど、ガチャリックスピンっていうバンドを、名前をみんなで守ってくれてありがとうございます。本当ね、みんながいなかったら私たちは今こうやってステージにも立ってないだろうし、だからね、みんなに本当お礼が言いたいの、ね、昔からずっと応援してくれてる人、最近好きになってくれた人、今日初めてライブ来てくれた人、そしてね、遠いけど遠くからずっと応援してくれてる人、本当にみんながいてくれて私たちは本当にこうやってステージに立つことができてます。そして私が思うのはですね、メンバーにもありがとうを言いたいなって思って、去年私たちがピンチの時に、正式加入をしてくれました、ボーカルキーボードのオレオレオナ、私たちのね本当にピンチを救ってくれました、今ではね遅刻したり寝坊したりいろんなピンチを逆に与えてくれるけど、本当にいいやつなんです。そうそう、あとね、いつもねネタでオレオにだけありがとうを言ってこなかったんだけど、今日はちゃんと言いたいと思います。オレオありがとう。ありがとう。やだ、なんかちょっと何これ、かゆいかゆい、恥ずかしい、なんかいつも言われないから、ありがとう。それ以上に花兄さんと友蔵ありがとう。イエーイ、以上にはいらないべ、以上にはいらないでしょ、小賀ちゃん、小賀ちゃんって言ってたけど。そして、ガチャリックスピン2013スタイルといえばマイとアリサです。マイアリ、ほんとね、2人が入って6人体制になってガチャリックスピン2013スタイルになって、最初このスタイルを発表した時に、もちろん頑張ってっていう声もいっぱいもらったけど、それと同じくらい否定的な意見だったりとか、ガチャリックスピンじゃなくなっちゃうんじゃないかっていう心配の声もあって、そうだからね、うちら最初の頃みんなからもらうアンケートとか、みんなが書くブログとかツイッターとか見るのすっごい怖くて、再出発だから頑張ろうって思ってるけど、やっぱ一度作ったものを崩してもう一回やるっていうのは
すごい勇気のいることで、すごい怖いことなので、私以上に舞とアリサは怖かったと思うの。怖かったよね。あの、なんだろうな、やっぱさ、ダンサーズの2人の舞とアリサの評価がガチャリックスピンの評価につながるって思って、いつもプレッシャーですごい、ものすごいプレッシャーの中ステージに立ってたの。今日もすごいプレッシャーの中立ってたんだよ。あーちゃんとかさ、ステージに立つ前にね、もう本当に怖くて泣いちゃう日だってあったしね。ライブ終わればツアーで疲れてるのに、ライブ映像を見て反省会して、2人で悩んで考えて、こうしようしようって言って、夜遅くまで練習して、練習して練習して、早くみんなに認めてもらいたい、頑張りたいって一生懸命やってきてくれました。でもその頑張りっていうのは、今回ツアーやってみんなにちゃんと伝わったと思うよ。うちらもバンドにダンサーが入るなんて初めてやることだし、正解なんて分かんないんだよ。分かんないけど進むしかない、それだけの気持ちでやってきました。でも今回ツアーやって、本当にこれが新しいガチャリックスピンなんだっていうことを伝えることができたと思います。そしてそんな中、出会えたみんなにも感謝してるし、ね、ダンサーっていうのはバンドと一緒で山ほどダンスやってる女の子なんていっぱいいるんだよ。でもガチャリックスピンで踊るダンサーが舞とアリサでよかったなって心から思います。舞とアリサありがとう。この二人はもう時には真剣に、時にはもうね、あのバカなことをして、このね、あのバンドの中をすごい和ませてくれたりね、本当にかけがえのない存在になりました。本当ね、これからも6人で力を合わせて前に進んでいきたいと思います。そして今みんなと、ここにいるみんなと同じ時代に生きていることを感謝します。本当にありがとうございます。最後にここにいるみんなで、この2013年夏に一緒に生きてるみんなで、最後この曲を歌いたいと思います。いいですか？届くようにうちら歌うから、演奏するから、みんなも届くようにこっちに声をください。よろしくお願いします。みんなと出会えたこと、奇跡だと思ってます。今を生きてる！We'll be right back.
最後まで DVD を見てくれたあなた、ありがとうございます！ありがとう！ありがとう！楽しんでもらえましたか？うん！はい、今ね、流れてる映像は、カバー曲なので、権利の都合上、音は使えません。映像だけでお楽しみくださいませ。くださいませ。はい、ということで、今回ね、こうやってライブ DVD を出すことができて、本当にメンバー、嬉しいです！ありがとうございます！嬉しいな、キー！そう、そしてね、もうこうやって見てくれてるあなたに、メンバー一人ずつメッセージを届けたいと思いますので、しっかり聞いてくださいね。それでは、舞から。はい、舞です。DVD を見てくださってありがとうございます。バンドの中で踊るっていうのは本当に最初難しかったんですよ。まあ、やっぱ、やっぱり不安もいっぱいあって、でも今は本当に楽しくて楽しくて、ね、今にでもライブをやりたいんですよ。今からやっちゃう？やっちゃいます？やっちゃう？本当にステージに立つことの楽しさを教えてくれたのは、うん、今いるファンの皆さんのおかげです、うん、そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも思いっきり踊って頑張っていくので、いつまでも応援よろしくお願いします。はい、それではアリサ。はい、いつも笑ってる方の2号アリサです。そこのあなた、 DVD 鑑賞お疲れ様です。お疲れ様です。私は笑顔とけん玉だけには自信があるので、ダンスはないよね、こんなアリサをこれからも見に来てください。けん玉失敗して泣いちゃうからね。はい、アリサです。はい、はい、じゃあ次トモゾーじゃなくてオレオ行こうかな。はい、じゃあセクシーオレオ様行きます。あなた、私の光るおっぱいはどうだった？これからもね、もうさらにおっぱいとともに私輝いていっちゃうから、また会いに来てね。ありがとう。はい、そして次はトモゾー。はい、トモゾーです。オーイーストワンマン、すごく緊張もあったんですが、ガチャピンメンバーとガチャマンピンコと一緒に作り上げたステージだと思えたので、始まってからは緊張も吹っ飛んで思い切りライブができました。出会ってくれた皆さんに感謝。そしてこれからもたくさんの人をガチャガチャファミリーに巻き込んで、また最高の空間を作りたいと思っています。これからもよろしくお願いします。それでは最後にあなたに行くよー。えい、わー、魔法にかかった。あれ、私だけ？ちょっと具合が、具合が悪い。はい、じゃあ具合の悪い花兄さん。はい、ねえ、あなた、あなた見てくれてどうもありがとう。さて、ここで問題です。第1問、花兄さんのタムの数はいくつでしょうか。第2問、花兄さんのシンバルの数はいくつでしょうか。そして第3問、うん、バスドラの中に絵が描いてあります。それは難しい。それは何でしょうか。何回も見直してちょんまげ。ありがとう。はい、そして私、ベース F チョッパー小川です。ほんとね、最後まで DVD 見てくれてありがとう。世の中にはいっぱいバンドがいます。そう、でもその中、ガチャリックスピンの DVD を手に取ってくれたことを本当に感謝します。ありがとうございます。ほんとね、私たちは、もうあなたもそうだし、応援してくれるファンの方に支えられてます。その分ね、あなたが少しでも元気ないなとか、パワー不足だなって思う時には、ガチャリックスピンの存在がそのパワーになるように、これからも頑張っていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ずっとずっと一緒に楽しい時間作っていこうね。これからもよろしく。Yeah!
何回でもいいよ。